さあ続いては稲葉浩志さんの最新曲バンタムについてお話ししていきたいと思います、はい、本当にありがとうございました。この曲とんでもないです。楽しかったです。本当に楽しかったですね、はい、ちょうど今の時期3月ぐらいだから去年の3月ぐらいに打ち合わせをさせていただいた。そんな前気がします。3月4月とかぐらいだった。あ、そうですか。その時も僕花粉症で大変だった覚えがあるので、はい、そこからまあ1年は経ってないですけど半年以上かけてレコーディングして。そうですね、はい、あの本当に歌と聞いただけのやつを聞いてもらって、はい、うん、まあ、それこそシングがきっかけでこうやってお話をして、ね、させていただきたいんですけども、どんなやり取りをしていたっていう話を。ああ、当時ですか、ね、まあ、あれですね、メールだから、まあそのスイングきっかけで、はい、ちょっとお仕事一緒にできるかなみたいなことで声掛けしてもらって、はい、めちゃくちゃ嬉しかったですよ、はい、いや、それでね、当時僕がデモいろいろ作ってたのを、はい、とりあえず全部聞いてもらって、はい、それ片っ端から聞かせていただきました。なんかアイデアが出たものを手をつけてもらうという感じで、はい、で、まあ、何曲やってもらったうちの一つが、バンタム、はい、ですね、結構直接こう、まあ、メッセージでやり取りをさせていただいて、でこここうしてしたらもっといいんじゃないですかってい こうリクエストをいただいたりとかしてやり取りしてた感じですよね、そうですね、はい、あの蔦谷さんのスタジオにもあの聞かせてもらって。そうなんですよ、僕のスタジオに稲葉さん来たんですよ。いやいや、もう快適なスタジオで。いやいや、とんでもないです。もう結構あのいろんなミュージシャンが来るためここは稲葉さんが歌ったんだって自慢をしつけるそこで仮歌を歌っていただいたりとかして、そうですね、ちょっと、はい、はい、あれもでもすぐ終わっちゃって雑談していたみたいな、なんかドーナツかなんか食べて雑談してましたよ、ね、僕がねもうしつこくあの稲葉さんが何か食べるたびに稲葉さんドーナツなんか食べるんですよ言ってました。いつもしつこく、すみません言わせて、普通に食べますから、はい、いや、なんかこれストイックなこう、ね、印象というか、はい、あるので、こんな甘い糖質なんか取るのかなみたいな勝手な、糖質制御も別に特にはしてないので、してないですね、はい、いや、稲葉さんのでもレコーディング現場で、もう衝撃だったのが、やっぱ結構、まあ、僕だったりあと高台って、ね、今回アレンジで若いの入ってくれてるんですが、はい、まあ、レコーディング現場僕らに結構任せてくれて、その間歌詞をずっと書いてらっしゃるんですか。結構もう空気を消すぐらいに気配を消すぐらいにしてくれてるっていうか僕ら稲葉さんの曲勝手にやってすみません大丈夫かなってたまに確認して大丈夫ですか今さん、やってください全然。あのアレンジメント進んだりする中で、はい、あの結構アイデアが湧いてきたりするので、はい、聞いてると、それを聞きながら、はいはい、バンタムのテーマとかは決まったのはどのぐらいだったんですか。あのベーシック あのテーマみたいなのはいわゆるさっき言った僕ら適当に普段書いてるものの中に一つあって、はい、でバンタムっていう言葉もあったんですよ。あ、そうだ。でそれがあって当然あの曲に全部ハマる感じではなかったんですけど、うん、はい、あの曲それこそ聞いて、はい、これなんかいけるかなバンタムっぽいしなと思い始めて、あ、でそれを膨らませていって、はい、あの曲に合わせていったというか、はい、歌詞が仕上がっていったタイミングっていうのはどの辺だったんですか。どうでしたか。デモを最初にまず一回アレンジしてもらって、はい、そこから書いていった感じかな。まあ、レコーディング現場でもこう細かいところ直していきましたもんね。ね、なんか歌い回しというか響きとかそんなとこもありましたもんね。ボーカルレコーディング、あ、ボーカルレコーディングは今回はそんな僕があれだったんですけど。そうですね。メインは僕やって、はい、ね、で最後ハーモニーのところとか、はい、みんなで、はい、一緒に歌いましたね。そうなんですよ。スタジオで一緒にコーラスを最後のみんなでシンガロングしてるみたいなところを一緒に歌わせてもらったんですけど、後でその僕が歌ってる映像をマネージャーが撮ってくるの見たら、もう般若の面みたいな顔してるんですよ。もうまあ、いろんな感情、嬉しかったのとこの曲を良くしたいとかいろんな感情で、そうすごい般若みたいな顔して、いや楽しかったです、あれは本当に。そうですよね、まさか同じマイクに向かって稲葉さんと一緒に声を出せるなんて思ってなかったんで。ファンみたいなこと言ってますけどね、僕本当にコピーバンドやってたんで昔、ビーズの、はい、結構聞いてましたし、でも非常に楽しかったですレコーディング。いや、こちらこそ、はい、歌詞のテーマだったりともやっぱり本当に等身大の稲葉さんっていう部分も出ていて、うん、すごく好きな歌詞です僕は、はいはい、ありがとうございます。今回のソロ曲で何かこだわった部分とか何か変化した部分とかありますか今までのソロと、うん、まずは蔦谷さんにその全面的にプロデュースしてもらったので、はい、その今までの自分の曲とちょっと色合いが違うというか、うん、はい、それだけでも僕はもうすごい新鮮だったし、あのサウンドの中での自分の声の響きとか、うんうん、ああいうのがこうもう作業してる間もずっとこう飽きることなくというか、嬉しいです、いただけると。だからあのサウンドにすごい刺激をいただきましたね。
歌詞もやっぱりそういったところもじゃあ大きいんですか、サウンド、うん、まあそのバンタムで歌ってる内容っていうのは自分が書いてきた歌詞の中でそんなに新しいテーマじゃないかもしれないんですけど、改めて強く思うみたいなところがあるんですよね、うん、今また、うん、そうですね、それがすごい自分にはリアルで、うん、初めて一緒に仕事する人たちがいたりとか、うん、その自分が今までやってきたサウンドとちょっと雰囲気が違ったりとか、はい、そういうところでのまたなんかこう自分の広がっていくというか、自分らしさを もっと全開できるかなみたいな可能性を感じたりとかっていうのが、だから全てにおいてちょっとすごくリアルだったですね、うんうんうん、さあ稲葉さん、そろそろお別れの時間となってきましたが、あっという間でしたね、はい、稲葉さんが、これまでのキャリア積んできて今後目指すところ、そうですね、うん、あまりその長い目で見て10年後にこうとかっていうのはないんですけども、うん、はい、基本的にはフィジカルな面でその、うん、この楽器がこう生身なので、はい、やっぱ変化していくじゃないですか、うん、それとどう向き合いながらやっていくかっていうのは大きなテーマなので、うん、それをまあそのマイナスと捉えずに楽しみながら自分の変化を、なるほど、それをやることで新しいそのスタイルの音楽が逆にできたりとかするので、うん、それがまあ楽しみだなと思ってますけども、経年変化というか、そうですね、まあ、これを例えばヴィンテージギターでしか出せない音っていうのはまあそうですね、まあ、そういったことですね、枯れる枯れるっていうふうに あまり簡単には言わないようにしてるんですけど、でもまああの声が出なくなっちゃったなとか、そういうことを考え始めるとキリがないので、逆に今はすごい楽しみですよね、うん、なんかこうやってツアーさんとお仕事できたのも大いに関係あるし、はい、もっとなんかいろいろできそうみたいな、すごく自分の変化にポジティブにというか、うん、そうですね、楽しんで、ええ、うん、やっているってことですね、うん、今後もずっともうビーズの、そしてソロでの稲葉さんのボーカルをずっと楽しみしてます。ありがとうございます、はい、本当に今日はお忙しい中、いや、とんでもないです、楽しかったです、はい、まさか稲葉さんが来てくれるなんて本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで今日は稲葉浩志さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。蔦谷浩志がナビゲートしてきましたワウミュージック、いかがでしたでしょうか。深みというかもう厚みが違う感じですよね。あと本当にやっぱり全く飾らない等身大の人、本当に素直な自分の言葉で自分の思ってることを正直に伝えてくれたし、僕に対しても、尊敬を持って接してくれているのもすごく伝わるし、本当に素敵な人ですね。それが歌に本当に現れているし、僕も本当に心の底から尊敬しております。今後も稲葉さんの作品、ビーズの作品楽しみしております。そしておよそ3年にわたってお送りしてきたワウミュージックですが、次回がなんと最終回。最終回のゲストは、世界の終わりから中陣さん、中陣も本当に最終回のゲストとしてふさわしい国民的なバンドのサウンドを司っている、中陣が来てくれるので、同じ音を作るものとしてどんな話ができるかっていうのが非常に僕も楽しみです。それでは来週もこの時間お会いしましょう。ここまでのお相手は蔦谷浩志でした。